はい、やっていきましょう。どこで切ろうかな。あ、ここだここだ。よし、ちょっと出ていっていきましょう。いやね、もうあんまり来ることはないので、あんまりもう来ないかな。さっとね、あ、そうそうそう、止まってくれ。お、瓦礫の撤去が話を聞いてくれない。話を聞け。浸水だと？ここも危ない。聞いてたな。私の話は聞いてないな。時間がない。私はやらなきゃ。みんながやらなきゃ。でも私にやらせて。ここがね、暗くて。よいしょ。瓦礫の撤去が終わったということで、さっき来るんじゃないって言われたところに行きましょうね。視点がね、分かりにくくて、頭の中のマッピングが難しい。ここが通れるようになってるので、行きましょう。えい。見過ごされている。第二連絡通路。あ！あらー、私服ですね。あ、あなた、C、ケンスーくん？お、アテナ、無事やったんかい。ケンスーくんのテーマこれなんですよね。えらいことになったもんやな。ほんま心配したで。ケンスーくんもここに来てたの？おう、今朝、街中で柏崎とばったり会うてな。アテナここにおる言うから、後つけてきたんや。最悪よ。そのさ、なんでやねんをやめろ。呆れた。もうしもた。どうしたの？ワイの計画では、偶然予想ってアテナに会うて、運命が二人を引き合わせたんや。なぜならワイはアテナのナイトやさかい。言うて決めるつもりやったのに、ついつい全部喋ってしもった。こういうとこが可愛い。まあええわ、結局こうして会えたしな。ごめん、こんなことしてる場合じゃないの。私急いでるから、ワイも一緒に行くわ。ういたた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 。ケンスーくん、足怪我してるじゃない。待ってて、今誰か呼んでくるから。ああ、あてな、いかんといてや。せっかく会えたのに、ごっつ寂しいわ。私もごっつ寂しい。我慢しなさい。はあ、すいません、すいません。じゃあちょっとテレパシーでケンスーくんのを見てみましょうかね。あ、せっかく会えた、なんちゅうこっちゃ。怪我までしてもうて、せっかくのポーズもいまいち決まらん。そこ？あ、ちょっとね、ケンスーくん怪我しちゃってて、大丈夫？あー。格式高くやってもダメ。かわいい。かわいいですね。ケンスーくんに助けを呼ばなきゃいけないんだったけど、どこだったかな？行きましょう。ケンスーくんに会ったから、あれ、今ここどこだっけ。あ、ここはディークか。ディークだから、シークに行かん。こっちが確かシークのはずで、出た出た。で、なんでこんな複雑にするかな。無駄にまっすぐな。で、確かこっち、この奥に、これこれこれ、職員専用フロアが、ダメだ、ロックされてたかない。まあ開いたら逆に怖い。じゃあの、開ける方法聞かないと。ここでセーブしましょう。間違えるなよ。じゃあ職員さんに話を聞きましょう。この人だったかな。すいません、動けないんです。あ、そうそうそう、ケンスーくんの助けをね。第二連絡通路です。うん、ケンスーくんはこれ大丈夫ね。よかった。
学校忙しそう。危ない。そうじゃない。ロックされてるからね、じゃなくて、そもそも職員専用フロアに入ろうとしてるこの子がやばいでしょ。ここはもう電源パネルを操作してオンにしなきゃいけない。めちゃめちゃ教えてくれるじゃないの。ありがとうございます。じゃあね、ディークに戻りましょう。電源パネルをね、あれしに行きましょう。電源パネルはさっきちょっと間違って行きかけた位置にございます。この人はいいや。これだったかな。これが電源パネルね。あなたが電源パネルね。ということで、電源パネルを操作しまーす。ゲームの説明を読みますね。ロッカーされている電源ユニットを叩き接続し解除せよ。隣り合うパネルは同時に回転するので注意。パネルをぐるぐる回してすればいいっていうことですね。こうマイナスとプラスが合ってればいい。こういうことね。でこうするとぐるぐる回る。できた。こんな簡単でいいのか。できた。これで電源が動きましたね。よしよし。電源が動いて、いつも行き過ぎちゃうな。もう一回調べましょう。動いた。さあどうぞどうぞ。パスワードー。カードは聞くしかない。教えて。私は聞いてないんだ。聞いてない。聞いてないでいいのか。じゃあね、ちょっとね、聞きに行きましょうね。教えてくれるかな。こっちがビークですね。に行きまーす。お、なんか落ちてるぞ。お茶だ。おいしい。この人ですね。話しようか。すぐ引っかかっちゃうんだから。こんにちは。ああ、先週さ、はい、多分それです。あれは、おっと、ダメだよ。そんな、普通なんだよな。これが普通の反応なの。でも、ちょっと頭の中覗かせていただきますわよ。10540102。さすがに部外者に教えるわけにいかないな。どうするつもりだったんだ。メモしておきましょう。こんなさ、横でいきなりメモを書くんじゃないよ。というわけで、パスワードが分かったので、ここ戻るわよ。さあ、さっき手に入れたパスワードを入れていきますわよ。パスワードは、ミニゲームの必要ないでしょ。10540102、エンター。オープン。オープン。イェーイ。これで開くはず。カードキーを挿入してください。今度はカードキー。そうだよね、そういうもん。意外にしてセキュリティが万全だと言え。できてね。じゃあカードキーをね、隠れに行きましょう。テイクにやってきました。初めて来ますね。この人だったかな。カードキーが必要なの。必要なの。カンコ、どうやって開けるの。あ、そうそう、これが普通。うん、そう、あなたも早く逃げなよ。でもちょっと頭の中覗かせていただきますわよ。
あんこの中スケッチが複雑。 C の警備ボックスを暗証番号で開けて、その中にある鍵、端末を開けるはビークに、あ、第1ビークにあって、暗証番号が33、3342。第1シークに行って、第1シークの警備ボックスっていうのはさっき光ってたやつね。で、3342、はい、 OK です。じゃ、第1シークに戻りますので、さっきの方から行ってる、こっちからこう、ここはね円形になってるんで戻れるんですよ。なんで、こう行って、こう行って、これなんだっけ、これの開けるための鍵が必要なのね。鍵をまず取りに行きますか。で、ケンスー君がいたところを通ることになりますね、もう一回。ここに戻ってくるんで、ケンスー君、保護されてる？まだいる。ケンスー君、顔色悪いで大丈夫か？行き、ちょっと疲れただけ。疲れてるだけ、これや。これ食うたら元気もりもりやで。ありがとう。このケンスーはどっから肉まんを出してるんでしょうね。KOF のケンスーは、一応超能力で肉まんを出してるっていう設定になってるんですけど、このケンスー君別に、超能力使えないんで、一応憲法の達人らしいっていう設定だけがあるんですけど、この子は使えないんで、どっからポケットに入れてんのかな、持ち込みいいのかい。一番最初に見た端末ですね。ここ私たちがいたとこねの、電源が入ってないって言ってた、これですね。はい、すいません。こんなさっさと行っちゃうのに、そこに行くので、このパスワードが3342か、3342。オープン、オッケー。で、これで確か柵が開く、ここに行くまでがね。あ、よしよし、青くなってる。あんこの鍵ゲット。で、ここでこれ、で、あんこの鍵を使うんだけど、その前に当てなっち。ほら、お腹空いてるもん。あ、カンコの鍵ですね。これを使いましょう。ちょこっと。よーし。きゃ。来たわね。そんなことはどうでもよくない。浮いてるの、なんだろう、このくるくる回るの好きだよね、これ。なんだったの？見てた？今見てました？今の、見てました？よし、じゃあ、職員専用エリアを侵入する。
侵入する前でいっか。セーブしたらじゃあ終わりにしましょうかね。入り口で侵入するのはまた次回の動画でってことにしましょう。あとね、今回謎解きっていうか移動が多くてね、ちょっと大変でしたけど、まあ、ケンスーくんがね出てきたのでね、ケンスーくんがいたのでセーブをミスらない、私はセーブをミスらない。いいぞ、カシャコと取っていく。はい、じゃあセーブして今回は終わりにします。ありがとうございました。またねー。